ボトルメールとは1997年からリクルートが提供したコミュニケーションサービス及び同社が開発した電子メールクライアントである。2006年にサイバーエージェントがブログパーツとしてもサービスを開始した。メールソフトと位置付けられたシェアウェアが提供されたが、メールは利用ユーザー間のみ送ることができ、一般的な電子メールを送受信することはできない。名称は 現実世界での行為メッセージイン、A ボトルに由来している。なお、ボトルメール及びボトルメールは後に開発、運営を引き継いだ情報建築の登録商標である。開発と運営はリクルートのメディアデザインセンターの長井義人らが言った。1997年6月16日に同社から Windows95 用のシェアウェアとして初版リリースされ、 1999年10月25日に V2.0 がリリースされた。2001年7月3日には試験的に i モード版がリリースされた。2002年1月22日、リクルートは事業集約に伴い同サービスを終了すると発表3月25日に正式にサービスを終了した。2002年4月23日、 開発者の永井義人らによってサービスが再開されることが発表されると同時に登録商標やシステムその他のリソースをリクルートから実質買収したことが明らかになった。7月16日にプララのユーザーは無料で利用できることが決定し、9月16日永井義人が設立した情報建築によってボトルメールさんとしてサービスがスタートした。 2004年9月21日に情報建築はボトルメールを語った迷惑メールが流行しているとして注意を呼びかけた。2006年9月1日にサイバーエージェントは情報建築からブログパーツとして独占利用許諾を取得したと発表しブログパーツ、ブロッパのサービスとして無償提供を開始した。10月10日に足跡機能が追加された。なお、 情報建築が運用するシステムとサイバーエージェントが運営するブログパーツでの互換性はなく、双方でメッセージのやり取りは行えなかった。2007年6月30日、アプリケーションとしてのボトルメールは利用者数の低迷やブログや RSS、AJAX など Web2.0 的なサービスが増える中でのシステム的な古さなどもあり、通算10年の歴史に幕を下ろした。 2007年8月21日からは、ブログパーツは、ソニックムーブのサービスである、ペタッパでの運営に移行した。手紙の入った瓶を海に流して見知らぬ誰かと、コミュニケーションを取るという現実世界での、行為メッセージイン A ボトルをメタファーとして取り入れている。一般的な電子メールと異なり、送信時に、送信相手や相手が受け取る日時を指定することが、できず、 受信側も送信者を特定することができない。結果的に、送信した電子メールがいつ誰に届くかわからず、受信するメールも、いつ、誰が送信したものかわからない。なお前述の通り、一般的な電子メールを送受信することはできない。AB、ボトルメール終了のお知らせ。プララ、2014年10月5日閲覧。AB、ネットの海にメールを流す。 ボトルメールがサービス終了。インターネットウォッチ2014年10月5日閲覧。リクルートがボトルメールをホームページで公開。インターネットウォッチ2014年10月5日閲覧。いつ誰に届くかわからない不思議なメールソフトボトルメール V2.0。窓の森。2014年10月5日閲覧。誰に届くかわからないボトルメールが i ア,アプリに。 携帯ウォッチ2014年10月5日閲覧ボトルメールが復活開発者たちがボランティアでサービス継続インターネットウォッチ2012年9月3日閲覧ボトルメールプララの公式コンテンツに採用されるインターネットウォッチ2014年10月5日閲覧申請ボトルメールが正式スタートインターネットウォッチ 2012年9月3日閲覧ボトルメールを語った迷惑メールが登場。インターネットウォッチ。2014年10月5日閲覧申請、ボトルメールが正式スタート。サイバーエージェントプレスリリース。2014年10月5日閲覧ボトルメールのブログパーツ、サイバーエージェントがブロッパで提供。インターネットウォッチ。2012年9月3日閲覧 ボトルメール新機能に関して、ブロッパ運営事務局ブログ、2014年10月5日閲覧、ありがとうございます。